市内の小学校を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢小学校編。今回は市立南立誠小学校と市立誠志小学校を紹介します。僕たちが通う南立誠小学校は全校児童が465人の学校です。津駅周辺も校区で、学校の近くには幼稚園や中学校があり、校区周辺には高校も多くあります。皆さんこんにちは。僕は児童会会長小野たつきです。副会長の小野あたるです。佐藤由紀です。初期の山本陸人です。片山咲です。南立誠小学校には長い歴史があり、校舎には伝統を感じる場所がたくさんあります。その一つが正面玄関にある誠の心という石碑です。他にも校舎内には大正時代の講堂の写真や集合写真なども数多く残されています。南立誠小学校はたくさんの方に支えられています。お家の人によるいろいろな PTA 活動、地域の方による登下校の安全パトロールやクラブ活動など、さまざまな方に見守られています。南立誠小学校では読書に力を入れています。毎朝10分間、朝の読書の時間があり、本に親しむことができます。また PTA の方々や図書館ボランティアの方々による絵本の読み聞かせは、低学年の子たちが楽しみにしている時間です。南立誠小学校では多くの集会活動が行われます。中でも委員会集会でのクイズや、お楽しみ会での特技の発表、ウィンター集会でのゲームやレクリエーションなど、みんなが楽しめる行事がたくさんあります。今年の夏休みの間、校舎の改装工事が行われ、学校の一部を新しくしていただきました。特にトイレがきれいになり、みんなが気持ちよく使うことができます。南立誠小学校はみんなで元気で笑顔のあふれる学校です。僕たちはこれからも支えてくださっている人たちに感謝の気持ちを忘れず、みんなで協力してより良い南立誠小学校にしていきます。皆さんこんにちは。南立誠小学校は交通の要所である津駅から一番近くにある小学校です。学校の歴史は古く、明治6年に開校し、昭和28年に北立誠小学校と南立誠小学校に分かれ、今年は創立141年目を迎えます。立誠という校名は、中国の易経の中の言葉を収めてその誠を立てるより付けられています。その言葉の通り、誠の心を大切にする教育が脈々と受け継がれています。さて、本校の学校教育目標は、知性と感性にあふれる南立誠小学校としており、確かな学力、豊かな心、健やかな体を身につけ、21世紀をたくましく生き抜く子どもの育成を目指して、家庭や地域と連携しながら取り組みを進めています。特に青少年赤十字活動、 JRC 活動にも古くから取り組み、本年度は東日本大震災の被災地へ豆記者として児童を派遣したところです。これからも子どもたちの健やかな成長を願い、教職員が心を合わせて教育を進めていきたいと考えています。
寿司の皆さん、ようこそ聖志小学校へ。今から私たちの学校を紹介します。私たちが学ぶ聖志小学校は全校児童382人で、江戸時代に東道藩久井藩校として創立され、現在まで存続するとても歴史と伝統のある学校です。私たちの学校には聖志小学校が藩校だった頃の様子を記録した義塾日誌が残されていて、津市の貴重な文化財として校長室に保存されています。昨年は聖志小学校が明治の学制で被災小学校として設立されてから140年目にあたることを記念して、津市出身の女子レスリングオリンピック世界選手権チャンピオンで国民栄誉賞に輝いた吉田沙織さんのトークショーと、聖志小学校出身でソプラノ歌手として活躍して見える後藤睦美さんのコンサートを開催しました。この行事で私たちは吉田沙織さんから夢を持ち夢に向かって努力することの大切さを、後藤睦美さんからはみんなに元気をくれる歌の素晴らしさを学びました。毎年私たちの学校では外国の方々を招いて交流をすることで、日本とは違う文化や暮らしを学ぶ学習をしています。昨年は中華人民共和国から来日された学校の先生方を招いて、中国の人々の暮らしや学校の様子を聞き取りしたり、音楽授業、音楽集会を通じて交流をしたりする学習を行いました。このように世界の国の人々と出会い、そして暮らしや文化を知ることは、将来私たちが国際社会の中で生きていく上でとても役立つことだと思います。聖志小学校の近くには被災保育園、辰巳ヶ丘幼稚園、被災中学校、被災農林高校があり、毎年素敵な交流をしています。被災農林高校との交流では、植物や動物の育て方などの学習で高校生の皆さんがいつも工夫を凝らした活動を考えてくれて、私たちはとても楽しく学ぶことができます。この交流を通じて周りの学校に友達や知り合いができるのも嬉しいです。私たちの学校ではとても綺麗で明るく使いやすい図書室があります。この図書室には毎週欠かさずボランティアの方々が来ていただいていて、本の整理整頓をはじめ、利用しやすい室内の工夫、分かりやすい掲示物や絵の作成と活用などの仕事をしていただいています。また私たちに本の読み聞かせもしてもらっています。ボランティアさんや学校図書館司書さんのおかげで、図書室はいつもきれいで使いやすいですし、読書好きな人たちも多くなり、本の貸し出し数も増えています。私たちと先生たちが一緒に読書に親しむ朝の読書の時間も始まりました。このような活動が認められて文部科学大臣表彰をいただきました。以上が私たちの聖志小学校の主な特色です。それでは校長先生にバトンタッチします。校長先生どうぞ。ようこそ聖志小学校へ。聖志小学校は今、目的意識を持って仲間と協力し合いながら頑張る子という教育目標を掲げ、児童職員全員で一丸となって頑張っています。具体的には日々の授業の中で授業の目当てを児童たちにしっかり意識づけ、協力しながら活動する場面を多く設定し、共に学び合い高め合う学習時間を作り上げる努力をしているのです。例えば9月に実施した運動会の集団演技においては、助け合いながら仲間と協力し、成し遂げた達成感をみんなで味わうとともに、協力して頑張る自分たちの姿を家族や地域に発信しようという目標を掲げ、児童たちがお互いに技や演技を教え合いながら練習を頑張りました。当日はどの学年も練習の成果を十分発揮できて、素晴らしい演技を披露し、保護者、地域の皆さんに感動を届けることができました。これからも聖志小学校は、この教育目標を大切にして、
社会に出てからも頑張れる力の基礎を児童たちにつけていく努力をしていきます。